この僕、神様は、はい、まず聞きたいのが、はい、そのこの、番組のために、うん、本当は知ってるけど質問してくださっているのか、そうですね、それとも知らずに書いてるのかでかなり話が変わってくると思っていて、知っていてやってるんだったら本当にありがたいね。神様の何が言いたかったというと初歩的な質問なんですよ。人格からそのにじみ出るその誠実さというか、うん、いい人感があるんで、多分もしかしたら話題を振ってくださってるかもしれないですね。もし知らないとしたらやばいって思っちゃう。逆にあのなんだろう、僕の本とか読んでいても分かんないのかよと思っちゃう、うん、でも多分神さんは知っていてね、うん、あの誕生日なんで話題を振ってくださってるんですよね、うん、じゃあというのは前提ね。博士入門としてこの番組を見てくださってる方のためにそうあえてこういう質問を投げかけてくださってるという、そういう前提で答えると、もう本当にありがたい。アシスタントにしたいぐらい。にしたい。うん、いやもうアシスタントは2人であのいいんですけど。じゃあどうですか。そうですね。はい、回答。これはまさにでも小鈴さんのおっしゃる通りで、どういうふうに相手が感じるかじゃないですか。はい、思いとかね。でまずその神さんの立ち位置ですよね。神さんがさっきのこれですか。そう、それそれ。さっきのそれ。例えば性的に嫌いな位置にいたとしましょう。はい、一番遠い位置ね、はい。だったらもう一切アピールしちゃダメですよ。ここはもう。ここにいたらもうダメってことですね。ダメですね。はい、で、それ以降の好きにさせるだけで十分とか、はいはい、あるいはその体の関係を持ちたいけど付き合いたくないという距離にいる場合、はい、相手がその距離に、その神さんがその距離の中にいるか外にいるかですね。わかります。つまり彼が手に入ったと思ったらそんなこと言っちゃダメですよね。うんうんうん、じゃあここはまあ三角として、うん、ここはじゃあありなんですか。それも体の関係もこれも三角。三角です、ね。なるほど。手に入ったんだったら、むしろ誕生日に連絡をしないってことは、はい、あれと思う距離なのことになるんですよ。予想されてたことが起きないという。そう、あれ俺のこと好きじゃなかったのとか、うん、あれあんなに盛り上がってるのになんで今日連絡しないのって言って帰って盛り上がるので、うん、するなと言いたい。うん、そうね、うん。誕生日を祝うっていうのは絶対好きな人だよね。うん、まあまあもちろんその気を使ってする人もいるけど、うんうんうん、だとすると一つ思うのが、はい、この誕生日どうすればいいかっていうのを点で聞く人がいると、点ポイントでね、はい、でもそのキャラっていうのは流れなんで、うん、例えば誕生日おめでとうございます、今年もグッド博士にとっていい日になりますようにと女性が言ってくるじゃないですか、はい、でもその後2ヶ月ぐらいほっとかれたら、はい、あれは気まぐれかと思うわけですよ、はい、なのでその後のに何を演じるかにもよりますよね。うん、その後彼が誘ったら、ごめんなさい今日用事があっていけませんとか言うと、はい、挽回するというか、あ俺のこと好きじゃないんだに行けるっていう、うん、総合的に演出するっていう答えだったんですか。うんうん、なるほど。 OK、 次行きますか。あとはあの言う相手にもよるかなっていう、言う相手というか、例えば、うん、一般の男性でそんなにまあ、おめでとうとかプレゼントもらうことってないじゃないですか。ない。だけど博士みたいに結構知り合いが多かったりとか、うん、あ博士おめでとうございますってこう結構言われるじゃないですか、うんうん、立場的に。ありがたいことに。ですよね、うん、そういう人に言うのって結構軽くなったりしません？あ博士おめでとうございますっていうのと、その一般男性 A さんにおめでとうございますっていうのとなんかちょっと違うかなっていう。確かにね、それもあるかなっていう。一般男性じゃあ、そのある程度、うん、いっぱいの、人たちにおめでとうって言われる人に対しては軽くなるので言っていいと、うん、そう。じゃあちなみに言うことによるプラスの効果って何ですか。うん、あでも私誕生日だったんですけど、うん、すごい言ってもらったんですよ、うん、SNS で、うんうん、でおめでとうございますって、ね、そう言ってもらって、うん、全部お返事して大変だな。でその時にこの人見てくれてたんだって思った人いましたよ。お、じゃあそれはプラスの効果があると。あ、そうそうです。あ全然もう自分から発しててその人から発してないじゃないですか。そうね、確かに。私は写真とか撮ってあげてるのを、あこの人見ててくれてたんだって、私のことを好意的に思ってくれてたんだっていうのをそこで初めて気づくみたいな。それはここだと言いにくいかもしれないけど、はい、チヤホヤ要因じゃないの。いや、わかんない。その人のこと知らないで、知らないけど、それで私は嬉しくなるけど、うん、嬉しくなることがもうすでにゴールで、うん、それ以上には別にならないっていうか。いやでも私結婚してるから。してないとして。してないとして、あでもそっからあると思います先が。本当、うん、じゃあそれはプラス。プラス、全然プラスです。
ありがとうってなった、あ、知らなかったみたいな。そうか、じゃあこの人にしか気づいてなかったってことね。そう、その存在に気づいてなかった。その人が私に対して好意的に思ってるっていうことに気づいてなかったので。その人は知ってるんだ。その人のことは知ってる。え、知らない。知らないですよね。知らない人から言われるってこと。知らない人もいたし、知ってるけどなんか言ってくると思う。それは営業トークじゃないの。違う違う、そうやって言わなきゃダメだもんね。本当に本当に。ああそう、うん、これは本当です。なんか意外性はあったんですよ。意外性か。なんか絶対言ってきてくれるだろうって思ってた人に言われたら普通に嬉しいけど、うん、思ってなかった人に言われたらあれと。なるほどね、それはあるかもね、うん、あれ、それだから、そのどの距離にいるかっていうのだと、この人たちはどの距離にいるんですか。でも全然 2以降にいますよ。好きにさせるだけでしょ。こっち以降の、うん、もちろん嫌いとかじゃないです。まあ性的に嫌いな人はいないもんね、うん、ファンとか特にね、うん、なんかどうなんだろうな、その話は、うん、だから言う、その言う相手によるかなって私ちょっと。なるほどね、そうか、僕が全く知らない人から、うん、誕生日おめでとうございます。怖いわ。それ、あの誕生日の日を言ってますもんね。公にしますからね。でもしでも博士のファンだったら嬉しくないですか。うん、嬉しくない。本当ですか。うん、嬉しくない。誕生日。まず一つは、まあ、これはまた話ちょっと変わってくるけど、うん、おめでとうございますって言うとその人にもしてほしいわけですよ。あ、僕の場合 Facebook なんで、はい、おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますってやると、うん、まあ、小鈴さんもやったかもしれないけど返事書くじゃないですか、はい、あれが超めんどくさい。あ、なるほど、うん、やっぱ男性と女性違うってことですね。違うかもね、うん、いや男性でも嬉しい人はいるかもしれないけど、うん、そうね、相手が、その女性が自分のことを好きだと確信していないんだったら、うん、するのはあるかもしれない。きっかけにはなる、なる。でもすでにこの男性が例えば、うん、小鈴さんのことすごい好きだと分かっていて、うんうん、しかもなんかもうそれで十分だと思ってる人が誕生日おめでとうございます、これどうですか。普通に嬉しい。嬉しい。あ、それ違うな。そしたら、あ、それちやほや要因で。うん、なことないですよね。ないですよね。はい。あ、ちょっとまだあるんです。まだあるんですか。まだ、はい、このね、神さんがいつも、はい、する質問で気になるのが、はい、話題にしこのなん僕が思うのは、誕生日にまずおめでとうって言いたいっていうのが最初に来てるような気がしちゃうんですよ。あ、それは私も思った。言いたいけど言わない方がいいですか。そうそう、そうですよね、うん、でも本質は違いますよね。つまり相手を好きにさせることが最も重要なものであって、うんうん、この誕生日におめでとうを言うか言わないかは道具に過ぎないんですよ。うーん、ゴールは相手を惚れさせるなんですよ、うん、だから質問としては、私には気になる人がいますと、例えばね、はいはい、で、まあ、今日の誕生日ですねと、うんうん、まあ、誕生日に過去つけて質問するんですけれども、うんうん、私に気になる人がいます、うん、その人に、おめでとうって言った方が彼が手に入りやすいのか、うん、そうじゃない方が手に入りやすいのか教えてくださいが、うん、正しい質問になるんですよ。あ、質問の仕方として、神様はありがたいんだけど、うんうん、神様は違うんだけど、うん、なんだろう、結構多くの女性が誕生日おめでとう言いたいが一番になっちゃってる、うん、クリスマス連絡したいんですけど、しっかりした方がいいでしょうか、うん、いや違う、逆だと、うん、かります。バレンタインチョコあげたいんですけどとか、そう、そこじゃないと、うん、バレンタインチョコあげた方が落とせるか、うん、あげない方が落とせるかっていうふうに頭を整理するべきだっていう。なるほど、違いますか。あ、でもそれすごい重要なことだと、重要なんですよ、うんうん、まずそういう質問をする時点で博士の本を読んでないだろうと思っちゃう、うん、思っちゃうんですよね。そう、そういうことですよね。そうです。あ、やっぱり神様は違うけどね、うん、神様は多分これ分かってる、初心者目線でこう来てくださってる、そうそうそう、一番こっちはコメントくれる人ですから、ね、そう、多分分かった上でやってるんだと思うんで、うん、はい、じゃあ次に行きたいと思います。次は偏見のコーナー。偏見なくなってます。僕はね、あ、見つけました、うん、これ本当に偏見なんですか。はい、グルメな女性っていうじゃないですか、いろんなところに行ってね。グルメな女性の9割は味が分かってないっていう、博士の元カノのラーメン残すよ、あの人は分かってる、分かってる、あの人は別だな、だから1割ですよ。いや、なんだろうな、そのうちの、その僕の元々の恋人は、はい、その人は、はい、話題がお店にまず行くんですよ、うん、ね、はい、で分かってない人はそこでもなんだろうな、もう気持ちよくなっちゃってるんですけど、なるほど、その、人は
食べてる途中で帰っちゃう人なんで、うん、そんな人いない、まあ、それいらない、その人はね、まあ、それ置いといて、うん、なんかあの食べログで 3.5 とか4に近いものに行って、はい、なんかこう日々更新してたりする人は多分味が分かってないと思っちゃうんですけど、うん、どうですかね。今女性とおっしゃいましたけど、はい、男性で同じことをするの確かに男性もそうかもね。どうなんですかね、男性も分かってないな。流行り物に乗っかってるとかそういうことですか。流行り物なんだろう、美味しい、例えばなんだろう、昔流行ったイベリコ豚とか、うん、なんか流行り物かもしれないけど、うん、美味しいと言われてるものを美味しいと感じてしまうっていう。美味しいもって見たことあります、読んだことありますか。美味しいも漫画、あ、漫画してます、うん、読んだことあります、多分あると思います。トミー部長とか知ってます、トミー係長。あ、なんか鉄板の人、そうそうそう、はい、なんとかここの美味しいよねとかいうアニメで言う人、めっちゃ似てるね。あの人はだから美味しいもではあれを揶揄してるっていうか、似てる、うん、すごい似てました今。イベリコもやめとこう長くするとバレるからね、うん、とにかく美味しいと言われてるものを美味しいと思っちゃう人たちだと僕思っちゃうんですよ。なるほど。それで山岡さんがそんなの食べて美味しいなんて言ってるなんて、そうそうそう、あなた舌がおかしいんじゃないですか、そうそうそう、みたいな、なんかなんか水道の水を飲んでたらマシだよみたいなこと言っちゃうじゃん明日じゃあ四国のどこどこ公園来いって言って、いや、その近くのラーメン食ってるだけだ、なんでその四国まで行かなきゃいけないんだっていうのも、まあ、気になるけど、それ置いといて、そうだな、まあ男性もそうだな、これ女性差別になってる、男性もそうだ、うん、グルメとかいう連中の9割は分かってないと思うんですよね。なるほど。どうですか、まあ、これはグルメですか。全然です、ね、まあそう言われたらグルメですって言わないけど、いやでも私ほんとエンゲル係数低いんで、まあ素晴らしい、うん、そう、なんか何て言うの、あのどっかの19世紀ぐらいのイギリスの経済学者とかが、はい、なんか今の時代の我々は当時のね、はい、でも今もそうなんですけど、無理に消費させられてる、無理に、うん、欲しいものを作らされてるんだと、うんうん、でその一つがグルメだと思うんですよ。なんか変に 5A の肉とか、うん、なんか企業がありますよね、なんか高級なね、うん、とかそういう名前をつけるんですよ、まず、うん、イベリコ豚とか、うん、なんかなんとかなんとかキャビアとか、なんか名前をつけるんですよ、うんうん、そしてそこに道行って、私は普段していない素晴らしいものを食べてるという経験を、あるいはその自慢を満足度にしているのがグルメな連中ですよ、ほとんど、うん、大丈夫かな、そうです、うん、という偏見を持っていると、はい、本当は違いますよ、だからいやでも本当に同じ、分かると思いますよ、なんか言いたいことはすごく分かるっていう方多いんじゃないかなと、うん、そうそう、多分それをねテレビ番組で、あ、どんどん次のコーナー言っていいんですけど、はい、その間つなぎで話すと、はい、それをテレビ番組とかであの芸能人格付けみたいな、それをバカにするような意図があるんでしょうね、うんうん、だそれは面白いんでしょうね、ワインが高いと思いきや実は500円みたいなね、ああそういうコーナーありましたね、そうそうそう、そう僕もねそういうふうにこうなんていうかな、裸にしてほしいというか、そういうグルメの人たちを、うん、石田純一とかね、そう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 、そういう人たちです、そうそうそう、うん、はい、じゃあ次身の回りの苦痛ストレスのコーナーです、うん、これ私読んでいいでしょうか。お願いします。はい、それではメルさん、ありがとうございました。ありがとうございます。私の職場のシンクには生ゴミを捨てるためのネットを張った三角コーナーがあります、うん、しかしそこにゴミを捨てずにカップラーメンの食べかすや飲み終わったゆず茶のゆず皮部分をそのまま排水口に流す人がいます、うん、過去排水口の受け口にたまります、はい、自分の家ではそれするのは構わないのですが、職場のキッチンや冷蔵庫は共有スペースだと思うので、自分の出したゴミを他人に掃除させるのは社会人として、どうなのかなと思ってしまいます、はい、過去自分だとバレなければと思っているのか、彼女は掃除せずにほったらかしです。これ結構特定されてますね。しかもゆず茶とか言ってるからゆず茶飲んでるし特定の人ですよね確かに、そうしますと次ですね、三角、三角コーナーに流してくれればネットを変えるだけで掃除も簡単なのに、排水口に流すと流れなくなったり蓋を外して掃除したりしなければなりません。ゴミを流す犯人は20代の偏差値低い系女性で、ゴキブリが出たらキャーとか言いながら一人退避させるような人で、じゃあなぜちゃんと処理しないのか理解できず苦痛です。ちなみに女性だらけの職場です。女性だけ、あ、だけの職場です。失礼します。うん、私は A 型でも神経質でもありません。これはどう思いますか。これはイライラしますね。うん、じゃあその、うん、そっち側の人間ってことか。私全然メルさん側ですね。私も私自宅で同じようにシンクにこうネット張ってるんですけど。そうね。そうですね。どうかな、どう思うかな。
まず思ったのが、このメルさんはこのシンクに、いろんなことを捨てちゃうその20代の女性に、このことだけで怒ってるのじゃなさそうみたいな、あ、これが一つの氷山の一角的な、一角、例えばなんだろうな、まあ、女性だけならありえないのかな、例えば、はい、すごく高そうな、はい、男性からもらった指輪をつけてるのにイラッとしてるとか、あ、そうないのかな。でもなんかゴキブリが出たら人に処理させるとか、しかも女の人しかいない職場でだったらちょっと違う、ね、違う感じしますね。男性がいるんだったらね、男性にやってもらうのは分かりますけど。そうね、これなんだろうな。でもこれすごいイライラすると思う。なんか身の回り、なんていうか水回り、うん、水回りはやっぱりこれ良くないと思うんですよ。うん、なんかうちの職場にも恋人がいるからすごく分かれた でもしかも多くの人はそれを言わないで黙ってるんですよね、うん、言うとまた悪者になっちゃうしね。そうそう、多分メルさんがこの人に直接言ったら角が立っちゃうとか、立っちゃうね、多分キャーとか言うためにすごいストレスなんでしょうね。多分我慢なさって優しい方だなと私は思って、そうだから僕とも似てるな、その譲っちゃうとこまでも断定しちゃうというか、なんか見ちゃうんですよ、うん、なんかね、柚子の皮の部分ってすごい分かるわ。そうそう、だからシンクのあの、なんだろう、パカッて開けた排水口か、はい、排水口を例えば週に1回とか掃除するとか、あるいはなんか 見た時に、はい、また柚子ちゃんの皮がって思っちゃうんでしょうね。分かる。私でもこれさっきの偏見コーナーじゃないんですけど、うん、すごい偏見なんですけど、うん、トイレとか、うんうん、シンクとか、うん、洗面台とか、はい、水回りが汚い女は結婚に向かないと。今でも言葉を選びながら結婚できないみたいなこと、なんかどうだろう。でもこの今のメルさんの文章を読んでると、このゴミを流す犯人ってできそうな気がしない？でもできたとしてもなんか女としてちょっとダメな気がします。ちなみにここまで言っといて、あのその3つ後にできない人の話は出てきますからね。ちょっとなんか私の勝手な偏見だから流してほしいんですけど、はい、でもいやでも分かる、私の周りの子はやっぱりちゃんとしてる子は家行くとやっぱ水回りも綺麗なんですよ。そうね、うん、そう、まあこれもさらに偏見なんだけど、うん、親がね、うん、ダメなのかなと思っちゃう。ああそうですね、うん、逆に言えばコンサバティブに育てられてる家庭で育ってる人はやっぱりシンクも、うん、そうゆずちゃん捨てたりしないっていうことですよ。ネット張ったら、ね、まあ、例えば家ではその捨てるとしても、うん、会社のシンクに三角コーナーにネット張ってれば、うん、ここに捨てろって分かると思うんですよ。そうですよね。そうっていうのもやっぱ考えちゃうね、うん、分かる。これコンサバティブなやっぱり家庭に育ってきちんとね、お母さんとかに教育されてれば、そうそう、あ、外行ったらお行儀よくしなきゃっていうふうにね、うん、なんで三角コーナーがあるとかと思いますもんね。そうですね。はい、じゃあすいません、次。面白い、危険ですね。でも会話ね、はい、結構地雷撒いてますから大丈夫ですね、はい、じゃあ次、真珠さんからいただきました。ありがとうございます。電車の中でスマホ画面を見て笑いをこらえているのを見ると、そんなに面白いものって何と内容がすごく気になってしまいます。はいはいはい。画面を覗きたいけど覗けない。たまにスマホ片手に笑いをこらえている人に対して、何この人気持ち悪いという目を向けている第三者がいますよね。あ、はいはい、私も他人に、ね、気持ちが悪い、気持ち悪がられないようにグッドウィル博士の恋愛に役立つイルグアナ番組は電車内で聞かないようにしています。最後褒めるな、この人も。かっこ笑いということです。うん、どうですか？わかりますね、非常にわかりますね。なんか最近、うん、まあ、1、2年前に、はい、東京、ずっと昔に出た東京タワーっていう小説があったの知ってます？リリー・フランキー。そうそうそう、リリー・フランキーかなんか書いていて、うん、自分のお母さんとの悲しい話が、うん、僕読んだことないんですけど、はい、電車で数年前にそれを立ちながら、もうここに書いてあるんですよ、東京タワーって、うん、でボロボロに泣いてる人がいて、すーげえ笑えたっていうか、笑っちゃいけない、なんだろうな、この風景。まずその見せてるじゃん、東京タワーって、はい、泣いてるし、それはすごい面白かったんだけど。女性、男性？男性。すごいですね。それを思い出した。いやでも私、博士が一人でやってる時の、はい、あのゆるふわ番組で、なんか博士が何かのモノマネするときめちゃくちゃ面白くて、モノマネね、めっちゃ笑っちゃって、あ、それ電車？いや、そ、電車じゃなかったんですけど、外で見てて危なかった時ありますね。電車でスマホを見て笑ってる人って結構多く見るな、僕は。本当ですか？でそれを見てると幸せそうで羨ましいと思うな。私あれが
多い、あのイヤホンで電話してる人でいきなりすごい独り言言ってると思ったら電話してたって。あるある、その電話、それもその電話、電車の中で電話してる人で、うん、すごくなんだろう、悪びれながら、うん、悪いと思いながらやってる人が笑えるというか、うん、そうそう、そうなんかこう鏡ながら、いやそれはね違うんだよ、ずっとやってるんですよ、しかも、あ、そう、すぐ切るなんですよ。まずかけ直す人に一回言いたいのは、かけ直すんだったら出るなって言いたい、まずね、あ、かけ直す、かけ直しますんだよって、そこで一回出てるじゃんっていう。会議でやる人がいるんですよね、会議中とかに、今会議中なんで電話出れないんですよ、出とるじゃないかっていう、わかります、それやっちゃう人いるんですよね。まあそれも常識の違いなんだと思うけど。いやでもね、出たくなっちゃう気持ちはもう分かりますよね。そうね、分かる分かる、うん、もうきっといいと思うんだけど、まあそれに加えてさらに、うん、いや今電車中なんだけどと言いながらずっと 2,3 駅ずっと話し続けてる人もいるんですよ。それダメ。そう、でも僕はそれには腹が立たなくて、うん、なんかその人間らしさを感じちゃう。かわいい、なんかいい人さんが伝わってきますよね、うん、そうそう、だからなんかなんだろう、邦画のコメディ映画を作るんだったら、そういう人、そういう人を主人公の一人にしたい。わかります、うん、そうそう、じゃあ次いきますか、次いきますか、はい、あ、これヨーチンさん、田中ヨーチンさんですかね。そう、あの漫画を描いてる、婚活の漫画でおなじみのかわいい、はい、絵を描いている、ありがとうございます。ありがとうございます。冷蔵庫の食材の賞味期限については、うちの夫、これ S彦さん、ちょっと仮名ね、S彦も細かいです、はい、夫は博士とは違い、思ったことはすぐに口に出すので、うん、この納豆は明日で賞味期限切れるけどどうするんだよ、このおかずを一昨日から冷蔵庫に出っ放したけど腐ってんじゃないのか、などなど、うん、夫にしてみれば私の賞味期限の神の甘さが苦痛なのでしょうし、私から見るとたかが賞味期限にこだわる夫の細かさが苦痛でした。これどうですか、ここまで。うーん、私は幼稚園さん派ですね。嘘、さっきシンクで怒るって言ってたじゃん。いやなんか、どっちにも子供だ、いやなんか夫に言われたくない。あ、そっちね。そう、夫が細かいのは苦痛ですね。じゃあその、うん、でも一方でその賞味期限を納豆が切れても置いとく人、はい、置いてかないですね。あ、じゃあ S彦さん派だ。だから両方ですね。あ、さすが、いろんな修羅場をくぐり抜けてきた、はい、あのいやでもそう、僕も、ね、うん、でもヨーチンさんの言う通り、うん、言わないんですよ、これを。納豆期限切れるけどどうするんだよって。そう、なんか言われるから分かってたらね、言われたくないじゃないですか。うん、そうな。でもその黙ってると、うん、妻との距離が離れるっていうこともあるよね。わかります。ちょっと続き読んでいいですか。ああ、続きましょう。はい。で、これ解決策が。はい。なので我が家の解決策として、私が夫に賞味期限が気になるなら、あなたが好きなものを買ってきて冷蔵庫に入れて管理をしてください。うん、それが嫌なら文句を言うのをやめるか、賞味期限が近づいている食材を見つけたら、そろそろ賞味期限やばいから食べよっか、ハートぐらいの優しい言い方で教えてほしいですと言いました、うん。以来我が家は平和です。いやいや、以来我が家は S 彦さんが我慢してますですよ、多分。平和じゃないんですよ。平和って言っちゃうんですよ。そこが S 彦さんの偉いところじゃない。うん。うん、この時にヨーチンさんの厳しい言動に S 彦さんは傷つき、うんうん、じゃあ俺が我慢しようと。本当はこのコーナーに S 彦さんを送りたいんですよ。それ分かりますって。でも我慢したんでしょうね。うん、でもヨーチンさん言う通り、でもこれちゃんと優しく言ってほしいっておっしゃってじゃないですか。うん、これは偉い、ね。これ正論だと思いますけどね。正論、うん、違いますかね。ダメなんですかね。いやそうかな。でも多分このヨーチンさんはそう言われても、うん、賞味期限切れで置いといちゃうんでしょうね。うんうん、平和です、はい。まあ、でもこのヨーチンさんは平和ですと思わせてる S 彦さん偉いな、うん、旦那さんも優しいってことですね。優しい、うん、はい、いいカップルだ、いいカップル、うん、そうしましょう、はい、解決ドン。じゃあ次、思っちゃったんだからこれしょうがない、仕方がない、うん、はい、これね、誰、あ、これ僕はね考えたんですけど、はいはい、なんかもう日本に住んでたら、はい、もうどんなに、まあ、貧乏でも、はい、もう満足できるなと思っちゃったんですよね。わかります、はい、さっきのグルメと関係してるんですけど、はい、松屋でも勝屋でも、はい、うん、なんだっけ、あとさ、この前言ってたなんかどっかのラーメン屋、日高屋ですか、日高屋でも、もう十分にうまいっていう思っちゃうんですよね。ラーメンはちょっと日高屋のラーメンは僕苦手なんですけど、うーん、まあ、レベル高いですね、外食の。そうね、
やすいものです。それだけではなく、例えばこの話にするともう昔の話になるけど、はい、あの安土桃山時代に、はい、椅子がなかったみたいなんですよ、はい、椅子がないんですよ。ああのだから床に座ってるんですよ、はい、もうこの椅子があるだけでも結構贅沢なんですよ。殿様でさえ椅子に座ってないっていう、はい、時代劇見ててたまにその織田信長とかそういうね極めた人たちが食ってるものがあるじゃん、はい、多分日高屋でもレベル低いと思う。日高屋ちょっと悪口言ってるような感じだかもしれないけど、ひどい。日高屋は素晴らしいけど、うん、日高屋ってまあだから5、600円で美味しいもの食べれるじゃないですか、はい、5、600円だ。でもそれは多分織田信長の頃の最高の贅沢よりも贅沢してると思うんですよ、うん、あとうちの父親の時代って、はい、確か平均通勤時間とかが2時間近いんですよ、はい、だからすごく東京から離れたところに一戸建てなり団地なりを買ったり借りたりして、はい、でそこから通ってるんですよ。でも今東京とかで50分とかなんですよ、うん、もうそのだけで十分贅沢っていうか、うん、だからもう本当に欲しいものないっていうことを思っちゃいましたね、うんうんうん、分かりますか。ないですね、これ気に入られるもね。いい時代になったということで。そう、なんか今ボーンと押そうとしてるなんかなんだろう、経済成長とかあるじゃん、はい、で今も経済成長してるんですよね。数パーセントとか、うん、1% とか 0.2% とか分かんないけど、うん、それって何かっていうと、うん、10年前とか5年前よりも生活が良くなってるってことなんですよ、うん、なんか経済成長 5% とかもっと高いのを目指したいとか言ってるけど、はい、もう上がってる時点でいいじゃんって思っちゃうんですよね、うん、だから、うん、もう今これを撮っているビデオカメラも、はい、多分5年前ぐらいの製品なんですよ。で今、うちでは最新のビデオカメラもあるんですけど、はい、そんなに変わってないんですよ。うーん、だからなんていうかな、もういいじゃん5年前までって。以上ですね。はい、わかりました。皆さんも思っちゃったんだからしょうがないですよ、あれば。じゃあ次新コーナー結構来ましたね。そうしましょう。どんどん、そうです、こんな風に言われたら嬉しいという褒め言葉を、うん、そう、こんな風に言われたら嬉しい、そうです、こんな風に言われたら嬉しいコーナーですね例えば僕だったら、前も言ったんですけど、グッドリ博士ってたくさんの著者の集まりだと思ってたみたいな、専門家の集まりだと思ってたみたいな、はい、嬉しかったんですよね。はい、こんな風に言われたら嬉しいのコーナーです、はい、山さん、ありがとうございます。こんな風に言われてみたいのコーナーへの投稿です、うん、はい、言われてみたいっていうか言われて嬉しかったになるんですけれども、うん、私が言われて嬉しかったのは、誰と結婚してもそこそこ幸せになる才能を持っていると思うんです、うんうん、昔大学生時代に交際相手と別れてすごく落ち込んで、私みたいなもんが生きててすみませんくらいのテンションだった時に、幼なじみが言ってくれた言葉です、うん、何その才能、超いいじゃん、私のことそんな才能を持ってると思ってくれてるんだって思えて、自己肯定感が少し復活して嬉しかった言葉です、ということです。これあれですね、状況を含めていい言葉ですね。これ素晴らしい、いい褒め言葉だと思う。誰と結婚してもそこそこ幸せになる才能、うん、さあどういうことなんでしょうね。なんかそのなんていうのかな、なんかだって、この人は振られた直後じゃないですか、はい、その時に誰と結婚してもそこそこ幸せになる才能を持ってるっていうのはどういう意味なんだろう、はい、彼のことを忘れろと、彼じゃないと、この山さんは幸せになれ、うん、なれないと思ってたんだけど、いやあなたは大丈夫だと、うん、あなたは別に誰と結婚しても幸せになれるからってことかな。そうです、なんか安心感を持たせてくれる言葉じゃないですか。自分がすごい不安になってる時に、こう幼なじみは、いや君は大丈夫だよってこう背中を押してくれてるようだなとか、うん、こういう僕が言いたいのと違うんだよね、うん、なんつうの、山さんはすごく多分探してくれて送ってくれたけど、もっとこうくすぐられたいんですよね。ああ、まあでも、うん、これは結構なんか意表ついてっていうか、うん、あそこみたいな。そうね、確かに本当は一番欲しい能力でもあるよね。そうですね、誰と結婚してもそこそこ幸せになる才能、うん、本質もついていますよね、うんうん、実はその誰と結婚しても実は本人が決めているっていうことが本質だったりするんで、うん、なんかね、いい言葉だなとか、うん、いい幼馴染をお持ちで羨ましいなって思いましたね。で、私これ見たんですけど。